トルコ共和国エフェソスにあるアルテミス神殿の風景。残骸を積み上げ、柱をいくらか復元してあるが、原形をとどめていない。アルテミス神殿は、紀元前7世紀から紀元3世紀にかけてエフェソスに存在したアルテミスを建てまつった壮大理石の神殿である。世界の七不思議の一つに挙げられるが、現在は原形をとどめていない。最初の神殿は、 紀元前700年頃に建てられ金メリア人によって破壊された後、紀元前550年頃にリディアの黒イソス王によって再建された。その後、紀元前356年に放火で再び失われ、紀元前323年に3度建てられた。世界の7不思議のリストの編纂者である紀元前2世紀後半の指導のアンティパトレスは次のように表現している。 私は、戦車が通りうるほど広いバビロンの城壁を見、アルペオスハ藩のゼウス像を見た。空中庭園も、ヘリオスの巨像も、多くの人々の労働の結集たる大ピラミッドも、はたまた、マウソロスの巨大な霊病も見た。しかし、アルテミスの宮がる角茂をついてそびえているのを見たとき、その他の驚きはすっかり霞んでしまった。私はいた、ミオ、オリンポスを別にすれば、 かつて日の下にこれほどのものはなかった、アンティパトレス、パラティンシ先週9巻58同じく世界の7、不思議のリストの編纂者であるビサンチウムのフィロンもまた、次のように表現している。エフェソスのアルテミス神殿は、神々のただ一つの家である。一目見れば、ここが、ただの場所ではないことがわかるだろう。ここでは、不死なる神の天上世界が、地上に置かれているのである。 巨人たち、すなわちアロエウスの子らは、天に昇ろうとして、山々を積み上げ、神殿ではなくオリンポスを築いたのだから。フィロンエフェソスのアルテミス神殿を発見したのは、イギリス人ギシジョンウッド率いる大英博物館の考古学探検隊である。彼らは、1863年から7年にわたり、エフェソスの発掘を続け、1869年12月に、 ついに深さ4メートル半の泥の中から神殿跡を発見した。これはハインリヒシュリーマンがトロイアやミケーネを発掘する以前のことで東方の古代遺跡発掘の先駆けとなった。彼らが発見した円柱の断片などは現在大英博物館に所蔵されている。その後の調査で神殿は3つあり、古い神殿の後に新しい神殿を建てていたことが分かった。 その最も古いものは、紀元前700年頃と推定されている。アルテミス神殿は、現在のトルコ共和国の港町イズミルから南に50キロメートルほど離れたところにあった古代都市エフェソスに立っていた。他の世界の七不思議と同様、アンティパトレスがこの神殿をリストに入れた理由は、その美しさや大きさのためではなく、むしろ、キリシア世界の境界近くにあったためであった。 その所在地からギリシア人に神秘と癒布の念を与え、アレキサンダー大王の帝国の巨大さを強調したので、ある。エフェソスのアルテミス像アルテミスはギリシアの女神である。アポローンと双子で清純な女カリュドとして知られ、またティーターンやセレーネイに変わる月の女神である。アテネではクレタ島の地母神の性格を受け継いだオリンピアの女神の中でアテーナーが アルテミスよりも崇められていた。一方、エフェソスでは、アルテミスは、非常に敬われていた。例えば、月の一つは、アルテミスの名前を冠しており、その月には丸一ヶ月祝祭が催された。信仰の対象は、ギリシア文化以前の古い偶像であった。その元となる偶像は、木星で、ギリシアのアルテミスに見られる、諸女性とは、対照的に、 北条多山を象徴する多数の乳房を持っていた。そして、この女神の象徴は8であった。この偶像の複製や縮小したものが古代には出回り、現在も残っている。また、その偶像は、ギリシア本土のものとは違い、エジプトや金東に見られるように、体と足が先細りの柱のようになっており、そこから足首が出ている。足首の周りには、 魚の尾ひれらしきものがある。これは下半身が魚であることを示唆している。また、エフェソスで鋳造されたコインでは、その多数のチブを持った女神が、キュベレーの特徴として見られるように、城壁感をつけている。そして、蛇が絡み合ってできた柱、またはウロボロスを積み上げたものに手を置いている。このような集合の監修は、 オリュンポースの神々をはじめとする国外の神々を吸収したもので、イオニア人の居住者たちが、エフェソスの女性とアルテミスを重ねたと考えるのは、根拠が薄いのは明らかである。アルテミス神殿の創造図の版画より、イスタンブルのミニチュアパークにある、アルテミス神殿の模型エフェソスの聖なる場所は、アルテミス神殿よりずっと古くにあった。ギリシア人旅行家パウサニアスは、 アルテミスの社はとても古くからあったと考えた。彼は、それは、イオニア人の移住より何年も前にできており、アポロンの神託神殿よりも古いと確信を持って、主張した。また彼によれば、イオニア人以前のエフェソスの住人は、リディア人などであったという。この神殿は、紀元前550年頃に、クレタの建築家ケルシプロンとその息子、メタゲネスによって設計され、 裕福なリディア王、クロイソスの負担で建築された。プリニュースによれば、将来起こる地震を警戒して、建設地に湿地が選ばれたという。このような場所に巨大な基礎を築くことはできないので、まず地下に踏みつぶした木炭を敷き、さらに羊毛を敷き込んだ。こうして完成した神殿は旅行者の注目の的となり、商人、王、観光客が訪れ、彼らの多くは、 宝石や様々な品物を奉納してアルテミスに敬意を表した。そしてその壮霊さは多くの礼拝者も引きつけアルテミス崇拝を形成した。この神殿は避難所としても知られ、犯罪者を含め多くの人々が身の安全のために逃げ込んだ。彼らはアルテミスの保護下にあるとみなされ、決して捕まらなかった。 また、アマゾネスがヘラクレスとディオーニュソスから逃げて避難したという神話もある。エフェソスのアルテミス神殿は、紀元前356年7月21日に、ヘロストラトスによる放火で破壊された。言い伝えによれば、彼の動機は、どんな犠牲を払っても、名声を痛たかったということである。このことから、ヘロストラトスの名誉という言葉まで生まれた。これは、 つまらないことや犯罪行為によって自分の名前を有名にしようとする人のことを表す。ある男が最も美しい建造物を破壊することで自分の名前を世界中に広めようとエフェソスのアルテミス神殿に放火する計画を考えた事件に憤慨したエフェソスの人々はヘロストラトスの名前を決して残さないことを共同決定した。そして彼らは以前よりも はるかに立派な神殿を作ろうと考えた。まさにこの放火事件と同じ夜、アレクサンドロス3世は生まれた。プルタルコスは、アルテミスは、アレクサンドロスの出産のことで、頭がいっぱいで、燃えている神殿を救えなかったと表現している。アレクサンドロスは後に、神殿の再建費用を支払うと申し出たが、エフェソスの人々がこれを拒否した。 神が別の神を称えるのは適当ではないという返事だったと伝えられている。結局、アレクサンドロスの死後の紀元前323年に神殿は再建された。ローマ皇帝、ガリエノスの治世の262年、再建された神殿はゴート人の襲撃の中で略奪、破壊された。ゴート人の指導者たちは船を操り、ヘレスポント海峡を越えて、 アジアにやってきた。多くの都市が破壊され、有名なアルテミス神殿に火をつけたと伝えられている。それから200年の間にエフェソスの人々の大多数はキリスト教に改宗し、アルテミス神殿はその魅力を失った。こうしてキリスト教徒によって神殿は完全に破壊されてしまった。その残骸の石は他の建物に使われ、神殿の跡地には、 キリスト教の教会が建った。アルテミス神殿について記した現存する古代の資料は以下の通り。異なる記述も様々あるが、プリニウスによれば、神殿は広さが縦115メートル、横55メートルで、高さ18メートルのイオニ屋敷の柱127本からなっていた。神殿の内部は大理石の遺体紙で飾られ、大きな入り口プロナオス 主要な広間ツェル、後方の小部屋、オピットドムから構成された。ツェルには高さ15メートルのアルテミス像が置かれた。その像は木製で、顔と手足の先以外は黄金や宝石で飾られていた。アルテミス神殿は多くの素晴らしい芸術品を所蔵していた。絵画や金銀に彩られた柱、そしてフェーディアスなど巧妙な彫刻家たちの作品が神殿を飾っていた。 彫刻家たちはしばしば優れた彫刻を作ることで競争したという。彼らの作った彫刻の多くはエフェソスを築いたと言われているアマゾネスを表すものであった。また、プリニュースはマウソロスの霊病を手掛けたスコパスが神殿の柱に浮き彫りを施したと述べている。アルテミス神殿は小アジア中の商人や旅人が見られる経済的に活発な地域に位置していた。 このため、この神殿は、様々な文化の影響を受け、文化の異なる、あらゆる人々が信仰の象徴とみなした。エフェソスの人々はキュベレを崇拝し、様々な文化をアルテミス崇拝に融合していった。こうして、アルテミスに融合したキュベレは、ローマの神で相当するディアナとは、対照的な女神であった。アルテミス信仰は、はるか遠方の力も、大量の崇拝者を引きつけた。 彼らは皆、神殿に集まり、アルテミスを崇拝したのだった。出版都市順。ありがとうございます。